京都府長岡京市。西暦784年に奈良の平城京から遷都され、794年に平安京へ再び遷都されるまで都として日本の中心となった場所です。世は織田信長が天下統一を目指していた時代、信長は家中の結束を図るため重臣明智光秀の娘玉緒、家臣細川藤孝の息子忠興のもとへ嫁がせました。玉は後にキリスト教に帰依し、ガラシャと呼ばれるようになりました。その輿入れが執り行われたのが、かつてここにあった昇龍寺城でした。この輿入れを忍び、その様子を再現した行列巡行は、平成4年から続く長岡京市最大のお祭り、長岡京ガラシャ祭りとして広く親しまれています。毎年11月には町全体がガラシャ祭り一色となり、玉と忠興の婚礼を祝う幸せな空気に包まれます。玉と忠興が長岡の地で過ごした幸せな新婚生活の記憶は、これからも時代を超えて引き継がれていきます。戦国の世にあって幾多の遍歴を経て織田信長の家臣となった明智光秀は、1571年現在の滋賀県にある近江坂本城の城主となり、その娘として誕生したのが玉でした。玉は頭脳明晰で、いつしか戦国一の美女と言われるようになり、まさに才色兼備の女性でした。その玉が16歳の時に、織田信長の勧めで細川家の嫡男忠興との結婚が決まったのでした。長い間玉を慈しみお育ていただきましてありがとうございました。これより玉は細川家に嫁ぎます。忠興殿をはじめ細川家の皆の衆に吉なにの夫婦仲良く末永を幸せにの。当時の明智家は織田家中の出世頭であり、嫁ぎ先の細川家は織田家の家臣としては新参者でしたが、代々足利将軍家のそば近くに仕えた名門で、光秀と藤孝は公私ともに親しく、この結婚は両家にとって望まれたものでありました。とはいえ幼き頃よりひとしをかわいがった玉とは今夜が最後、万感胸に迫る両親でありました。玉を乗せた輿はまだ見ぬ花婿忠興への期待と不安を乗せ、光秀、浩子夫妻のもとから旅立ちました。この結婚によって、後に玉が戦国動乱の波に翻弄されていくことは、玉本人も両親もまだ知る由もありませんでした。
嫁入りのため輿が出立、そして婿の屋敷への到着は夕刻で、門前に門火と称するかがり火がたかれる中、玉の心も期待と不安で揺れ動きました。本日はお日柄もよろしくおめでとう存じまする。我が姫君とお供してまいり候。遠路ご苦労に存じまする。長旅を経た玉の輿はここで細川方に受け渡され、これから先は細川家に委ねられるのでした。千秋万歳御買い受け私申し候。千秋万歳御買い受け受け取り申し候。古くから買い受けは夫婦和合の象徴として大切にされ、嫁入り道具には欠かせないものでした。千秋万歳。これより細川家明智家両家の婚姻の儀を執り行います。お玉殿、長野旅ご苦労に存じます。こなたが婿殿の忠興殿。忠興殿、こなたが嫁御のお玉殿です。この掛け守りは特に婚礼に際しては愛嬌守りといい、夫婦和合の印として首にかけた守り袋です。お玉殿、まずは一献を。婚儀は嫁、婿、町長老と尺、給仕を務める数名の侍女がいるだけで、両家の父母、兄弟、その他親族は立ち会いませんでした。三三九度にあたる杯ごとも夫婦のみならず町長老を加えた3名で執り行われ、江戸時代中期以降現在も見られる変廃はありませんでした。織田信長もこの二人の結婚をして幸福な婚姻となろうと称したと伝えられます。この後数年ではありましたが、細川忠興と玉は二人の子宝に恵まれ、ここ昇竜寺城で幸せな新婚生活を過ごしたことでしょう。婚礼から4年後の1582年6月2日未明、玉の父明智光秀は突如主君織田信長を裏切り本能寺の変を起こしました。謀反人の娘となった玉は夫により丹後御殿に幽閉されました。信長の後を継ぎ天下統一を果たした豊臣秀吉の取りなしもあり、玉は大阪の細川屋敷に戻ります。ここで玉は夫から高山右近が語ったキリスト教の話を聞いて、その教えに関心を持ち、洗礼を受けてガラシャの名を授かりました。時は流れ1600年、関ヶ原の戦いに先立ち徳川家康方の不在をついて挙兵を企てた石田三成方は、諸大名の家族を人質に取るべく細川家を最初の標的として急襲しました。ガラシャは人質になるのを拒み、家臣に自らを殺させ屋敷に火をかけるよう命じ、壮絶な最後を遂げます。
時代の波に翻弄されながらも自分の信念を貫き通した女性、細川ガラシャの生涯はいつまでも語り継がれていくことでしょう。知りぬべき、時知りてこそ世の中の花も花なれ、人も人なれ。